にちは。はい、今日はですね、はい、ご報告、ね、ご報告ですか。 MBS ですよ、毎日放送からついに届きました。はい、大阪の番組、せやねんという番組に最近呼ばれてですね、まあ、日本の社長っていう芸人のお二人に推薦を教えるっていう、はいはい、企画でね、いろんな因果関係で、うん、いろんなこの因果関係、宇宙のなんていう太陽フレアとか、うん、そのダークマター、ダークマターとか、うん、とかいろんなものが合わさって、うん、はい、放送日が自分だけ伝わってこなかったっていうだがしかし、だがしかし、すいませんと送ってくれました、はい、DVD です。はい、じゃあちょっと見てみましょう。はい、こんにちは。こんにちは。はい、ついにこれカンフーチャンネルです。そうですね、初めて、いやね、もうね、大々的にお呼びして、うん、前ちょっと一緒に練習するとことかはちょいちょい練習風景とかは、そうだね、あ、ちょいちょい毎回エンディングでちょっとそうそう、2企画してね、飛び技やってたりとか、うん、まあ、それで八曲拳のやつとかはね、うん、2人でこう八曲拳淡々と練習して、はいはい、そういうのアップしたり、こうやってなんかこの番組っぽくね、うん、おしゃべりするっていうのね、そうそう、ちょっと初めてなんで、こっちもちょっと緊張してます。この招く側っていうのが、そうですね、これ招かれる側も、うん、なんか変な緊張しますけど、妙な感じですが、うん、はい、今日はですね、はい、どう言ったらいいですかね、ついに届きましたよっていう、おう、それをね、ちょっとご報告、ね、ご報告ですか。まあ額もさ、はい、待ち望んでたんじゃないのって、待ち望んでたんじゃないのって、なんでしょう、そうですよ、はい、2ヶ月もうこのチャンネル自体の方向性が定まってないからね、はい、定まってないんで、どう思っていこうかっていう、そうそう、こうやって喋るのいつもリンちゃんやから、確かにそうやね、そうそう、うん、ちょっと今、いやでも、ね、リンちゃんに語りかけて、はい、ちょっと一緒な、いやでもね、うん、リンちゃんは評判いいですよ。あ、そうですか。もうカンフーチャンネル見てる人みんなりんちゃん可愛いっていうのはね、すごい言うね、はい、もちろん僕はね、実際にも会ったことあるけど、うん、そのカメラを通してしか見たことない人たちも、うん、みんなも大絶賛してるね。だんだんもう子役のね、ちょっともう大人の世界にでね、チヤホヤされて、うん、このだんだんやっぱり、まあ、これカルキみたいにね、うん、なっていくんじゃないかっていう、そのもうはいはい、言ってますよ。あ、いや、その感じも厳しい目線も伝わってきますよ、うん、はい、うん、優しさでね、はい、厳しくすると、そうです、あ、ついに届きましたという、これがその、はいはい、MBS ですよ、毎日放送からついに届きました。はい、そうなんですよ、よ、はい、毎日放送といえばあれですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、岸みなみ師匠が一番お世話になってる、そうです、テレビ局ですね、そうなんですよ、近年一番お世話になってる、うん、最近その大阪の番組、うん、せやねんという番組に最近呼ばれてですね、大阪の人はおなじみの番組、おなじみの番組でもう10年以上ぐらいやってるんでしょうね、うん、僕も大阪住んでる時もう毎週見て、うん、でですね、もう大げさに言うと笑っていいと思うみたいな、みんなこう、はいはい、なんかやってるのが日常っていうぐらいのね、うん、もう老舗の番組ですね、でそれにすごいね、そんな番組に、スイキャの先生ってことで、うん、呼ばれたんで、うん、まあ、日本の社長っていう芸人のお二人にスイキャを教えるっていう、はいはい、企画でね、来まして、はあ、スイキャンを教えたり、ちょっとそういうお酒の武術なんでちょっと飲んだ、うん、して緊急事態宣言の時だとか忘れたりする、そのお酒の提供がダメみたいなことになって、うん、まあちょっと全体的に不謹慎であるってことで、うん、放送なくなったんですけど、見送りになって、うん、お酒が関わる、お酒が関わるし、ね、ロケ中もなぜスイキャン言うとる、緊急事態宣言開けたりすればまたちょっと放送する予定なんで、うん、その時また連絡しますということで、うん、だったんですけど、ちょっと何らかの
うん、なんかなんていうんですかね、何らかの多分いろんな因果関係で、因果関係で宇宙のなんていう太陽フレアとか、うん、そのダークマター、ダークマターとかいろんなものが合わさって、うん、はい、放送日が自分だけ伝わってこなかったっていうことがありまして、放送日が知らされてない、知らされてなくて、はい、ツイッターで、大阪の知り合いが、はい、あ、レミナミさんが出てるツイッター見て、はいはい、それはもう本当にね、まあ、それでちょっとね、僕も大人げなくね、はいはい、ちょっとねツイートしたりとか、はい、それに対してちょっと、まあ、そのせやねんをね、はい、ちょっと悪く言うようなちょっとこともね、はい、そのまあ制作のねこと、どういうことなんだ知らせてくれないのは、うん、まあ、その他もののしょうがないトラブルがあったりして、うん、ちょっと大人げなくツイートしたもんです。はいはい。だがしかし、だがしかし、すいませんと、さすがこうもすぐ送ってくれます、はい、DVD です。 DVDああが入ってるんですね。あ、DVD か、はい、だから僕大阪元住んでたんで、その知り合いもみんな見たがってたじゃないですか。うんうん。で、知り合いがもうこの絶対録画しようみたいな感じのその、いや、それは僕もそう、みんないたのに放送部知らされてないで、これちょっとすいませんと、みんなで見てくださいということで、ああ DVD を送ってくれました。番組側の計らいで、はい、計らいで、これも、はい、MBS さんありがとうございます。で、またこの担当してくださったね、うん、その阿部さんという方が、ね、すごいずっと、はい、打ち合わせの段階からですね、うん、すごいいろいろよくしてくださって、なるほど、ね、そいつが連絡してこんかったやつが、いや、そういうわけです。そうなんやけど、そうなんやけど、まあ、その人はもうね、多分ね、その人じゃどうにもできぬことを、ね、ああ、なるほどね、それ言っといてみたいなことで、うん、とか僕が言ったことを伝えて、ちゃんとその人がまた上司になるんかな、上の人がちゃんと聞いてくれんかったりとか、その板挟みで、多分、ああ、そうなん、そう、すごく、すいません、みんなで見てくださいって DVD 送ってくれたんで、そう、担当の方はすごくいい対応だった、いい対応でした、うん、すごくそれはもう、あ、じゃあガクもツイッターでね、それ知って、うん、勝手に放送っていうか知らされずに放送されたみたいなこと聞いて、うんうん、もうクズ担当者がみたいな、思わずツイートしてしまったけど、うん、そんなことはなかった。僕も一瞬どうなっとるんだと思いましたけど、うん、ちゃんとすぐそのツイートを見てか、うん、ツイートしてすぐでは、うん、かけてくれて、はい、もう本当放送日すいません、うん、もう完全に忘れてました。忘れとるやないか。僕クズ担当じゃないか。いやいや、うん、そのすいませんと、うん、そのね、大きな事務所だったらすぐ連絡しちゃうんですけど、うん、っていう、もうゴリザベツのクズ担当じゃないか。だから、まあ、そんなに言ってないけど言ってないね。というかのような声色でな、そんな社会でやってるもんですいませんっていうこと、その、あ、うん、その人がね、あ、なるほど、ね、吉本とかジャニーズを変えれるわけじゃない。そうだね。すべてそうやって謝って、はいはい、まあそういう個人のね、ミスはありますから。ミスありますから、すごくよくしてくれ、うん、でもこれみんなで見てくださいっていうことで DVD を送ってくださいましたね、はいはい、ちょっと。せっかくなんで一緒にちょっと見れたらなっていうことが今回の企画です。いや、ずっと見たかったからね。今回の企画は、うん、そう。見ていいんですか？見ていいんです。そう。なぜなら、送ってくださいましたから。送ってくださいましたから。はい、いや、見たかった。それはもう。そうでしょ。放送日見逃したから、はい、まあ、見れるのやなと思ったけど。はい、そうなんですよ。これ、ちょっと開封すると、これこういうね、写ってるか。わかんないですけど、この、ね。せやねん。せやねん。この度は協力いただきありがとうございました。2020年6月26日オンエアの登録 DVD をお送りいたします。これ1年前になってますね。あ、ちょっと日付がもうごっちゃごちゃになっとるよね。2020年のやつが送られた。違う。去年出とった。去年は出てないから、
これトミーズさんに送るやつ間違えとんじゃん。間違えとんもんね。これちょっと2020年って書いてますが、はい、ミスでしょこれ。ミスでしょ、これもミスでしょ。はい、ミスが重なっておりますが、そう、お茶目な会社なんですね。ほら、こういうのまでつけてくださいね。セアネンクリア嬉しいねファイルね、うん、の中にさらに、うん、何ですか、開封動画ですか今日セアネンシール、あ、これは欲しい、これ欲しい。ちょっと玄関に N 国党のシール僕貼ってるんです、うん、それの横に、あ、横にセアネンを貼っとこうと思います。いいな。そう、ここで2個ある。え、いいんですか。書類とか楽譜とかも入れたいですね。入れる入れる。書類クリアファイルはね、やっぱよく使うから、うん、セアネンクリアファイルいただきました、ありがとうございます。チャリに貼ろう。ほら、うん、ギターケースとかに貼ったらいいね。ああ、そうやね、うん、とか、あとライブの時 T シャツに貼っとこう。ああ、いい ね、うん、スタッフのパスみたいな。スタッフのパス、うん、MBS の関係者来とるんや。セアネンタオル、すごいなの。ほら、ガス、ほら色が、ほら、あ、本当や、コーデが、うわ、ガスのためにあるような、コーデぴったりや、ぴったりや。ほら、うわすごい。これは何ですか。これはセアネン手ぬぐいか、タオルか、スモークタオルみたいな。あ、やった。ちょうど銭湯では黄色がなかったんや。なかったやろ、うん、大抵真っ白い。そうそう、いや、こんなもん大阪で銭湯行ったらすごいんじゃない。すごいよ、タオルで。そう、え、セアネンの方ですか、うん、方ですか。なるほど、すまんね、すまんねっていうか、うん、ああ、嬉しいわ、ありがとうございます。いえいえいえ、うん、ほら、ほら、これいただきました。これセアネングッズまでね、ご丁寧な、そう、ね、番組ですね。そう、ということでね、ちょっと、うん、せっかくなのでね、ちょっと見てみましょう。見てみましょうか。でね、いいんですか、 YouTube に流して。あ、大丈夫。じゃあ再生して、はい、見てみましょう。勝手に